春、出会いと別れの季節今日はビジネスマンの人生をかけた選択に密着年を重ねれば誰もが一度は考えるであろうこと早期退職ししたことに関してはは全く後悔はありません定年を待たずに会社を辞める早期退職実は今多くのベテランたちがそんな選択をしているんです。 自らの力を信じて、勝負に出る人。それまでの経験をどれだけ生かせるか。中には、辞めたくないのに、辞めさせられた人も。私に仕事はえず、もう悲鳴の、それ以外の、もうな、何者でもないですね。一方で、諦めてはダメと鼓舞する、転職業界の女神も登場。 50代だろ,だろうとですね関係なく年齢関係なく本当に採用されてきてます。私が会社を変えるとき、50代から輝く働き方。<music> 東京お台場といえば。 そう、フジテレビですよねそのフジテレビに激震が走りました満50歳以上の社員を対象に希望退職者を募集したのです3月末で60人以上が退職およそ1億円の退職金が支払われたとも言われていますあのフジテレビでそんなことがそれを報じる記事はどれもそんな論調でした 20年ぐらいここへ仕事で通ってましたですね。フジテレビにいました。今回私たちはフジテレビを辞めた人に話を聞くことができました。大山康志さん60歳。実はフジテレビ4年前にも自主的に会社を去ってもらう退職者を募集。大山さんはその時手を挙げたうちの一人です。 報道局で記者や解説員を務めていた大山さん部下を200人ほど束ねていたこともあったそうですがなぜ天下のフジテレビがと聞くと新しい時代を捉えてそのためにおそらく会社としてこれからどういうふうにあの進んでいこうっていうことをすごく考えているんだなって思いますよね。大山さんずいぶんサバサバしています フジテレビに未練はなかったのかとうと報道の仕事もなんかやり切った感もあってなるほどお台場を去った大山さんの今の職場がこちらえっとここが今あの私が働いている OK ウェブという会社ですフジテレビの報道マンからコミュニティサイトを運営する IT ベンチャーへ入社丸4年、最高齢の正社員としてて働いていますまあ趣旨、目的、意図、プラス、こういう環境になるんで、みんなこういうふうに働いてもらいたいっていうのは、きちっとあのメッセージは出した方がいいですよね自分自身をどう成長させるのかっていうことを、改めて捉える機会になればいいですよね。 室長を務め経営のアドバイスから広報資料の作り方まで指導しています若い同僚に聞いてみるとやっぱりあの我々現場でわちゃわちゃいろいろと話している中のことをまとめていただいたりとかして議論の方向性を一緒に探っていくことができるっていうのはすごく助かってますね。 フジテレビの黄金時代、報道マンとして活躍した経験が第二のの人生の役に立っているようです今こうやって50代後半になって IT 企業で働けていることも多分フジテレビでみんなに育てていただいたあのみんなと一緒に仕事をしていただいたおかげで非常に感謝してますし。 報道の,の仕事できたことはすごく楽しかったしありがたかったですね、はい、この春新しい会社や職場で働き始めた方も多いと思います今日のテーマはこちら早期退退職職に希望退職これまでは企業が業績の不振などから中高年世代を中心に実行するケースが通常でした。 しかし最近は事情が変わってきてきいるようです民間の信用調査会社東京商工リサーチによりますと去年早期希望退職の実施を明らかにした上場企業は84社2年連続で80社を超えました特徴としては JT 日本たばこ産業ではおよそ3,000人 また、富士通では主に50歳以上の幹部社員を中心に3,000人余りさらにホンダもおよそ2,000人と日本の名だたる大手企業で大規模な早期退職が次々と実施されているわけなんですが実は早期退職を明らかにした上場企業84社のうちおよそ4割が募集時の直近の決算がなんと黒字だったそうです。 なぜ今黒字でもこうした大規模な人員削減を急ぐ必要があるのでしょうか終身雇用が常識だった日本企業働き方の変化を追いました最近増えている黒字なのに早期退職者を募る会社その一つがリクシルです。リクシルは住宅設備の国内最大手。 洗面台やトイレなど家にまつわるありとあらゆる製品を取り扱っています従業員はおよそ5万5千人2021年度上期には過去最高益を記録それなのになぜ早期退職者を募っているのでしょうかこれまでの日本の常識では なかなか考えられなかったこと。人事担当の総責任者が取材に応じてくれました。日本のマーケットの人口減少によってですね、まあ新築着工件数が減少していくだろうと。で、こういった中で我々の事業そのものをですね、転換していかなければいけないと。少子高齢化で。 住宅市場の縮小が見込まれるため攻めの早期退職に打って出たのだといいます会社が黒字の時に早期退職者を募れば応募者は多くの退職金を手にすることができ不安なく新たな門出を迎えられる一方の会社は給与の高い中高年社員を減らすことで若い人たちの賃金アップや昇格がさせやすくなり 会社を活性化できるメリットがあります辞める社員と会社双方がハッピーになるこれが黒字での早期退職の狙いですあなたが成長するために会社はサポートしていきたいとどういう道を歩もうかと共に考えるとそういう時代だというふうに思います大阪大阪 中央区。早期退職したリクシルの元社員に会うことができました。いい感じで商談できました。あ石田さん、五十七歳。去年三月。大学卒業後、三十年以上勤めたリクシルに別れを告げました。リクシルの仕事は非常に。 あの満足してました。商品の開発まで。あの携わってました。はい、入社以来。バルコニーを担当していた石田さん。数万台のバルコニーを売り。ついたあだ名は。バルコイシダ。しかし。活躍の陰で。こんな思いが。やっぱり。その。大きな組織の中で。 縛られる部分もありましたし今のこの会社の希望感ですと自分のやりたいことがすぐできる裁量権もあると石田さんの新たな職場はアルミなどの金属を扱う会社営業所の副所長を務めています社員はおよそ30人規模で言えば

アクティブにもうお客様に向かって今活動中というそんな感じでございます実はこの会社はリクシルの取引先の一つ材料の調達などの分野で所長は石田さんに期待しています石田さんが今の環境を気に入っているもう一つの理由がこの会社が実家に近く母親の世話ができる点だそうです 早期退職したことに関しては全く後悔はありません。ワクワクしてます。リクシルでは去年およそ1000人が定年前に会社を去りました。割増退職金などの費用は136億円。その一方で年間82億円の人件費が削減できると見込んでいます。今後もこうした 攻めの早期退職を続け会社の構造改革を進めます一方転職が難しいとされる50代で驚きの転身を遂げた人も井ノ原和也さん51歳新しい職場はここうん最高裁判所ここに転職って どういうことなのでしょうか。最高裁に許可をもらったので。井ノ原さん。ついて行っていいですか。おはようございます。え。ここが最高裁判所ですか。I. T. 企業みたいじゃないですか。